平素より大変お世話になっております。グノーシア実況プレイです。今日もね、続きをやっていきましょう。さあ、前回からバグというね、役職が本格的に追加になっているんですけど、なんか、気が休まらないよね前回みたいにさ、名乗り出ても来ず、偽の役職としてね。で、俺に気づかれることもなくスッていなくなられるとですね、どんどんお腹が痛くなっていくんだよね終盤どんどんお腹が痛くなっていったんだよ俺前回。ちょっとバグやだなって思ってるんですけど、どうやってバグを拾っていくかっていうのが今後の課題というかね、考えないといけないとこだよね。さあ、じゃあ次のループ行きましょう。エンジニアやるか。エンジニアになってバグを自分で拾ってみる？楽しそうじゃない？ん？シャーミンイベント？船の中にグノーシア？か、マジかよ！ウープス、俺の命、風前の灯火ってやつ？こいつはなりふり構っちゃらんねえな。え？なにこれ何しようとしてんだ、シャーミンは。自爆する気か？なんすかね、これ。仲のいい人レムナン、仲の悪い人ククルシカか。ちょっとなんか厄介そうだな。まあとりあえず俺が留守番名乗り出るをやりましょう。一旦目はこれをやることにしようか。ジョナスなんか留守番多いね。シャーミンなんかイベントありそうだからね、狙われてほしくないんだけど留守番なのか。うん、様子見。なぜか茂道が疑われる。かばうのは節とステラ。あ、役割を明かす。ドクターに名乗り出ましたね、茂道が。自分から言ってくれるとありがたいよな。また乙女やりすぎじゃない？ドクター。すごいね、何連続よ。あ、3人目？レムナもか。乙女、レムラン、茂道。三人出てくれた方がね、推理はしやすいっすよね。なるほど。エンジニアも名乗り出た方がいいかな。雑談する？お前ら新規癖ずらしてんな。ここは恋バラでもして、場を温めっか。えげつないのを言っちゃったのぜ。ちょっと待ってよ。なんか始めたな。初日の一端は貴重なんだが。シャーミンがグノーシアと関係のない話を始めた。何のつもりだろう。これか？言ってたやつ。俺の大切なやつはすごく綺麗な黒毛でさ。は？もう会えねえんだけどな。そういう話には弱いよ、俺は。昔飼っていた猫ちゃんですかね。そうですね。この船の殿方は素敵な方ばかりで。困ってしまいます。茂道、チャンスかもしれない、今。今行けば。ん？なになに？ラブの話しちゃう？しちゃう？雑談をしたせいか緊迫感が薄れているようだ。チャーミンはこれを狙っていたんだろうか。はあ。緊迫感が薄れることによって何が生まれるの？なんだろうね。ああ、俺がまだ使えないからここにも出てこないな。雑談を伝授してもらえるイベントが発生しますかね。じゃあ俺も役割を明かしておくか。そっちの方がやりやすいっすよね。俺は誇り高きエンジニア、稲葉ば。ステラか。ステラだっけ。ステラは、グノーシアとは限らないんだよね。このパターンだとね。さて、投票ですが、特に初日はね、役職持ちには潰れてほしくないんで、そうなると大体俺いつも、ラキオに投票しちゃうんだけど、そればっかやってるとね、ラキオのイベントがなかなか見れなくなってしまうと思うんで、俺が投票するの自然なのはステラだと思うけど、でもステラに凍られると困るからね。ラキオラキオな、俺嫌いじゃないんだけどね、なんかすごい投票しやすいんだよね。あー、コメットか。コメットは一回茂道を疑ってただけだけどね。謎に集めましたね。コメントさんいなくなると寂しいです。最近、神的なところがあんま見れてないね、コメントね。
割とすぐやられてしまう気がする。お、びっくりマークありますね。とりあえずレベルアップかな。1レベだけか。ロジックいきますかね。びっくりマークはシャーミン。あ、やっぱあれですかね、雑談伝授イベントですかね。娯楽室行くか。ウィッス、あは、見たかよ俺の絶技。ん絶技って何の話。シャーミンが何のことを言ってるのかわからないと伝えた。ウープス、素人はこれだから困るぜ。俺雑談かましただろ、話し合いの時にさ。しょうもない話したんだよ、わざと。そうすりゃグノーシア連中も油断すんだろう。油断させてどうすんの。こんなくだらねえやつ消すまでもないってな。あ、自分への敵意を消すってこと。んな風に思ってくれりゃ御の字ってわけよ。こんな効果があるんですかね。アンダースタン。こう見えても俺だっていろいろ考えてんだぜ。雑談する取得しましたね。お、ステルス10だからいいんじゃない、俺使えるよね。グノーシアに襲われる確率を一晩だけ下げるんだ。でもやっぱ毎日雑談してたらそれはそれでうざがられるんだろうな。じゃあ誰調べよっか。やっぱさ、バグ潰したいからさ、3人出てるドクター調べようか。嘘ついてたら速攻でいなくなりそうな。乙女重道のどっちか。じゃあ乙女ちゃん行こっか。ククルシカが消滅。乙女は人間でしたか。これバグの時は、あ、バグだったら消滅するんだもんね。だから本物か AC 主義者のどっちかっていうことだな。報告。コメットはグノーシアではなかった。乙女も同じ。重道は、重道だけコメントはグノーシアだと言っている。本当かな。エンジニア報告、乙女はグノーシアじゃなかったよ。ステラもちょっと調べたいよね。1日5人調べたよな。正直な、まあ、5人は言い過ぎかもしれないけど4人は調べたいですけどね。エスキーはグノーシアじゃなかったと。ステラがそう言ってるってことはエスキーはちょっと怪しいな。あ、雑談するが増えてる。早速使ってみるか。俺も一応エンジニアの一角だからね、狙われる率ありますもんね。ちょっと雑談しよう。早速使うぜ。気分転換に怖い話すんの。怖い話でもしようと言った。じゃあちょっと七不思議特集やりましょうか。ラキオがしてくれんの。最近シャワー中に誰かの視線を感じるんですけれどね。怖い以前に気持ち悪くてね。呪われてそうですね。シピは怖い話持ってそうだね。人間の群れより怖えもんなんてこの世にねえだろうよ。説もやってくれるんだ。階段、ふふ、階段か。今の状況自体が階段じみているけどね。いや、つまらないこと言った。忘れてほしい。え？説、ちゃんと怖い話してもらえるか。みんな真面目にやってんだよ。これ、どうなんだろう。階段話してくれたみんなも下がるんですかね。グノーシアから襲われる率。俺だけ？もうこれみんな雑談しかしなくなったらゲームとして終わるよね。あ、ラブリーノ、久しぶりに来ましたね。いやー、怪しいな。怪しいけど、まあ受け入れるか。俺なー、騙されてる時あるからな。ユリコには騙されましたもんね。でも、イナジョナ同盟はな、良かったからな。わからんよねー。あ、ラキオが疑われているね、ユリコに。ユリコジナ、説。乙女ちゃん、だけ弁護。そのラキオが乙女を疑う。レムナも同調。キュア？乙女ちゃんを構うのはジナとジョナス。5ターン目。あー、ラキオがダメそうだな。シャーミン、おお、すげえな、同意の求め方が。シャーミンの意見を支持します。お前たちも従うがいい。ラキオ行きますか。
SQ、ジナも乗る。ステラも。やべえな。ユリコの同意を求めるのが強いのか。ジョナス。もうダメだな、ラキオは。ステラもまあまあ集めてるな。あんだけ言ってたユリコはステラに入れんのか。ラキオ、お前の怖い話、よかったぜ。さて。お、またびっくりマーク。あー、ラブリー SQ じゃん。同盟結んでるからか。SQ と同盟状態の時に起こるイベントとかもね、ありそうですもんね。寝室か。おー、色っぽい。これ初めて見る SQ じゃない？かわいいね。わーい、ラブリーなババだ。会いたかったよ。俺もだよ、SQ。ねね、今夜は二人で。え？行くとこまで行っちゃう。え？ちょっと待って。あんまり、大人をからかうんじゃないよ。ちょ、待ってください、待ってください。考えていい？真剣に考えていい？今までのどんな議論よりも兆候しとるな。いや、俺ね、グノーシアの女性キャラだとどうでもいいか、この話。マジどうでもいいっすよね。行こう！このループでは俺は SQ との愛に生きるよ。行くとこまで行っちゃうと答えた。ちょっと稲葉は目が怖いんですけど。え？軽い冗談で怖っすよ。なんじゃそれ。そんなグイグイ来るとは予想外だったぜ。恥ずかしい。なんて恥ずかしいんだ。にしてもまさか稲葉が協力してくれるなんて。これは鬼に金棒ですな。すげえかわされてる感じすんな。でもさ、裏切られるかもとか思ってない？ SQ ちゃんのこと信じてくれるかにゃ？もう間違えた。いや、信じてるよ。いや、SQ 怖えんだよ。わかんなくて真意が。SQ を信用していると答えた。このループでは俺は SQ のこと信じるよ。ありがとうっす。SQ ちゃんも稲葉場のこと信じてるぜ。お互い助け合っていこうね。困った時は稲葉場にヘルプコールするから。その時は助けてね。どういうこと？ヘルプコール？もし稲葉場が困ったら呼んで、SQ ちゃんが助けに行くぜよ。でも無理っぽい時はいかんぜよ。おお。ってことで稲葉場、これからよろしくね。あ、これスキル伝授イベントなんだ。助けを求める。演技力30か。30倍ですな。自分が疑われた時弁護する人を指名できます。なるほどな。SQ はそれを使える。演技力30あるってこと？少なくとも。やばいね。じゃあ、ドクターをね、見たいっていう気持ちもあるんですけど、ステラがさ、ちょっと疑われてたじゃない？先に見とこっか。グノーシアかどうか、見ときたいよね。留守番ジョナスか。ほっ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 ほ。まあそうかな。まあそうか。あとは、もう一人、多分、茂道かレムナのどっちかの可能性が高いと思うんで、あと潜伏してるのが誰かっていうとこよね。では俺から報告させてもらう。こいつだよ。ステラはグノーシアだった。ステラは、茂道はグノーシアじゃなかったと。怪しいね、茂道。ステラな、SQ も人間判定出してんだよな。茂道は、ラッキーはグノーシアじゃなかったと。お、乙女ちゃんグノーシア判定出しましたね。あ、レムナンも？茂道嘘っぽいね、これ。え、っていうかラキオグノーシアか。え、じゃあ、ラキオ茂道ステラかな。ぽいよね。ちょっとなんかステラの胃に穴が開きそうなメンバーですね。なんかもう分かっちゃったかもしれないね。初日に茂道が疑われたとき、ステラかばってたしね。説？だバグを
どう潰すかだよな。レムランが説を疑って、弁護は乙女だけ。ステラ行けますか。チピがステラを疑う。ユリコも、どうせ茂道出てくるでしょ、カバウで。ジナもすげえ疑われてるだよね。やっぱ同じグノーシアやってる時でもキャラによって動き方違いますよね。ユリコとか全くカバウで出てこなかったもんな。すげえ茂道はやっぱわかりやすい気するわ。セツとレムランがやり合ってますね。で、茂道が乗る。乙女も出てきたな。自称ドクター同士だからか。レムランちょっと調べときたいね。茂道はもういいから、次レムラン調べようか。ジナと S 級が弁護ですか。またシピがステラに行く。すげえな、迫力ありすぎない。ジナとセツもステラを疑う。ステラをかばうところに絶対茂道出てくるもんね。なんかシャーミンも出てくるね。まあ今日はステラだろうな。あれ？あれ？意外に？意外に？あ、ギリギリ。え？あんなにね、ドーンってゆりこさんやってたのにね。ドクターズで割れたのか。まあまあまあ。グノーシアはね、なんとなくもうわかってるんで、あとはバグをどうやって退治するかですけど。これ明らかにグノーシアっぽい人のとこ行くとどうなるんかね。行ってみる。よう。なんかお前見てるとモヤモヤしてくるんだよな。俺のメンタルがいかんのか。恋？恋かね。じゃあ、レムラン行こうか。やったー！やったー！これは、ジナがグノーシアに襲われて、レムランはバグだったってことな。調査の結果、レムランは人間でしたっていうのが出るんだ。あ、じゃあもう茂道で終わりだな、これは。おいおい、違うだろ。俺が聞いた話じゃ、グノーシアは一日に一人しか襲わない。そういう連中らしいじゃん。二人同時に消失した場合は、一人がグノーシアに襲われた被害者ですが、一人はエンジニアに調査されて存在が崩壊したバグです。これだったらね、まだね。あ、バグが消えたんだなっていうのが分かるから安心できるんですけど、前回みたいに守護天使が守ったのと同時に重なっちゃうとね、ちょっときついよね。吐きそうだったもん俺後半でも報告します。レムランはバグだったっぽいよ。あくまでああいう言い方になるのか。ドクター報告は、ステラはグノーシアじゃなかった。茂道はそう言うわな。乙女が本物ですね。あ、わかりました。稲葉さん本物のエンジニアさんなのです。おお、ありがとう乙女。なんか曲変わったねすげえな、乙女の独壇場だなさっきから。私気づきました、茂道さんドクターさんじゃないの絶対に敵だわ。人間の敵であることが確実な相手を指摘するロジック系スキル。まあ確実ですよね。俺バレた、もうおしまい。嘘つくのって難しいんだな。素直だなこれはあれですか、もう消化試合っていうこと。この曲はロジックの能力値が低いと確実に敵だと見抜かれるようなミスを犯しやすい。なるほど、まあ、やっぱ相手によって難易度だいぶ変わってくるよね。乙女とシピが、え、断んのこの局面でそんなこと言ってもらえてすごく嬉しいの。でも私やめておきますね。私のせいでシピさん変なことになったら嫌なんです。ちょっともう終わりなんだから仲良くしてくんないか。ギスギスすんのやめてよもうなんか議論する気ないっすよね。みんなお前らマジすぎな。もっとくだんねえ話しようぜ。ホリブルな話ですか。まあ怖い話ってことだよね。食堂の調味料置き場に黒い瓶あるでしょ。あれ実は育毛剤なのよそれ怖い話なのかな。これ俺も言えんの。ああ、雑談に乗る。あ、
止めることもできるんだ。まあするか。怖い話いっぱい知ってるからね。飴玉ばあさんの話でもしようか。楽しいですね。今回楽だったね。やっぱラキオと重道がグノーシアだとね、ラキオなんてな、別にグノーシアじゃなくても自然といなくなるもんな。うん、重道も分かりやすいし、あとはバグのね、レムランが名乗り出てくれたんで、ドクターとして。これも良かったな。あれ？あれ？え？え？マジで？終わんないの？待て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 。しげみちは AC 主義者か。なるほどね。3人名乗り出てグノーシアが来ないっていうパターンもあるか。やっぱレムランがバグ、しげみちが AC 主義者、乙女が本物ってことか。となるとね、今までグノーシアとして確定してるラキオとステラに投票してない人かつ生存してるってなると、説しかいないんですね。説だね。じゃあね、まあ、正直一番この状況で怖いのはグノーシアにやられることなんですけど、次に怖いのがなぜかユリコ様に俺が疑われて、俺がコール流れを作られることだと思うんで、ちょっと言っとくか。どうも、お前が人間であることがこの船にとって吉と出るか凶と出るか、楽しませてもらうとしよう。なんすかそれ。じゃあ説調べちゃおっか。おう、あれ？マジで S 級か。え、なんでこの曲なの？全然この曲じゃないんだけど、俺はまだ。ユリコ、また私は失敗したのかな。いや、説じゃないよ。多分失敗したのは俺だね。誰だ？ S 級？乙女が本物のエンジニアじゃないという可能性はないもんな。 S 級か CP の2人のどっちかだな。報告しますよ。セスじゃなかった。乙女も、まあそうだよね、グノーシアじゃない。重道は AC 主義者だよな。セスは人間。いやー、 S 級か CP？ CP なの？全然わかんない、全然わかんない。CP に行く？説も CP をかばうのはシャーミンと乙女も来るか。乙女も来るね。 S 級って言ったらいけるかな。 CP とシャーミンか。受け入れんだ。いいね CP、 一連卓勝ってやつだ。俺がやばい時はヘルプ頼みますよ。信じられねえな。 S 級と同じぐらい信じられねえぜ。あー、シピの流れ。まあ一応このループは SQ を信じるよって俺言ったからね。今日はシピ行ってみるか。わかんないな。シャーミン弁護、乙女も弁護か。うん、今日はシピに入れてみます。あら、あら、そう、割れる。あー、どうかな。あー、やっぱ変わんないね。両方行く？でも SQ と生還できたらイベント起こりそうじゃない？まあ、いっか。両方行きましょう。あれ？あ、反対すんのかい、説。乙女も？みんな反対？マジで？この場合は？あ、もう一回なんだ。
まあ誰も冷凍しないになるのか。まあ俺がやられなければね、次でわかるんだけど、一応反対しとくか。これでまた明日には誰かが消える。私たちはそういう決断を下したんだ。覚悟はできてる？俺じゃないやつ消えろ。あと一回調べればわかりますけどね。じゃあ誰のとこ行くか。せつせつ遊びに来たよ。稲葉はもう疑われることはないと思う。あとはしっかり状況を見極めるのと、目立ちすぎて襲われないように気をつけて。そうだよね。じゃあラブリー SQ 調べるか。怖えな。人間だろ。せつ。怖い女じゃのー。マジか。いやー、もう何も喋れんわ。いやー、尻尾出さなかったね。ロジックは低いはずなんですけどね、 SQ は。はあ、怖っ。ほんと怖い SQ。 やだ。よかったシピ。俺はシピは大丈夫だと思ってたんだよ、実は。よう、やったな。これでもうグノーシアはいねえんだろ。 SQ が最後の一人だったわけだ。そうだな、恐ろしいやつだった。あいつらこれからどうなるんだろうな。あ、悪い、締めっぽくなっちまった。俺もお前も消されずに済んだんだ。それだけで十分めでたいこったな。いやー強いね SQ。 グノーシアの SQ すげえな。怖い話をしようって言った後に SQ に騙されてるのが俺。やっぱラブリーイナババって言われた時は身構えるようにしようか。マジ怖え SQ。 やばいね。茂道凍らせて終わんなかった時すごいゾクッとしたもんな。シピーも SQ を守ってんな、中盤になっても。シピーもなんかもしかしたら門沸かされてたのかもしれないね。いやー恐ろしい女だ。すごいですね。もう誰も嘘に気づいてないもんね、 SQ のね。はあ、まあ今日はこれで終わりです。お疲れ様でした。